宮城県気仙沼市で津波に耐えた桜並木が今年も花を咲かせました。気仙沼市の中心部を流れる大川沿いの桜並木は、津波で流されるなどして3分の1にあたる65本が失われましたが、残った木は震災直後の去年4月もがれきに埋もれながら花を咲かせました。今年は2年ぶりに桜祭りも開かれましたが、津波による塩害で開花したのは半分以下でした。 それれでもも津波にに耐ええて見ごろを迎たたた桜に勇気づけられたと話す地元の人もいまし大川周辺は津波対策としてかさ上げ工事が計画されていて桜並木を残すかどうかは決まっていません。